どうもピン芸人のくにちゃんです。右手をご覧くださいませ。右手です。分かってたね、何回も言うけど、そっちから見て右手、右側を向くために左手出してんですよ。 ねこちら左手ご覧くださいって言ったら右手出してんですよ。私はね、大してるからくどいピン芸人ですから自由なんですよ。でも時々ね、ああ相棒がいたらなーって、ああ拾ってくれて的確に突っ込んでくれたらなーと思って、この間の東洋館でもね、浅草で40人のゲストの方々といろんな漫才をって言ったんですけど、あまりにももったいない使い方で、一人5分じゃどうもっつって終わったじゃないのって言って、東京クール見てる、面白かったね、パパパパーンって来てよかったよ。で、だしあんだけさ、メールで、だってお稽古できないし打ち合わせができないから、だいたいメールでやり取りしてて、出てきたら、あのコメディアンですって言おうって言ったのに、全然マイクがすかしちゃったから、あー、まあ、そういうことがあるんですけど、だからコンビはいいなって。でもピン芸人のいいところはギャラを分けない、一人総取りねっていうことはあるんですけど、ダチョウ倶楽部なんてだからずっと誰が稼いだものでも3で分けたんだよ。すごいね、仲良しなのダチョウ倶楽部。でも途中からあのそれぞれが一人ずつコマーシャル出たりとか、一人ずつ公演やったりなんかする、別のチャンネルを持ち始めてからはそれぞれのお給料っていう風にしたらしいですけどね。仲いいパターンですよ。東京クールも仲いいパターン、ノブ&ウキも仲いいパターン、わかります？最近先輩のね、おぼんこぼんさんがですね、仲直りをしました。もう本当にあの関東勢ではね、私なんかも大尊敬する、何でもできる、まず見た目がいい、でこぼこで、シャープで、しゃべくりの漫才もいいし、動いたコント系みたいなこともできるし、あと何しろタップダンスがもう超上手、芸事ですよね。だから大好きで、私がデビューするきっかけとなった、あのスカウトされる番組が NHK にあったんですね。でそれを出て、あのそれを見た業界の方にスカウトされて、ここまでやってきた。その生放送の NHK の番組があって、その司会を当時されていたの、今から言って42年ぐらい前かな、司会をしていたのがおぼんこぼんさんだった。で私が短大の頃で、であのちょっとネタが長いということで、生放送だから始まる前にギリギリにディレクターから、少し間こことここのネタを抜いてって言われたら、分かりましたって言ったんだけど、家でずっと練習してたもんだから、ポコッとそこだけ抜いたら分かんなくなっちゃって、生放送なのにスタンドマイクの前でこうやって面白くやってたのに、うんって詰まっちゃって、うーんって言ったら、おぼんさんとこぼんさんがサイドから、どうした、何かあったかとか言ってくださって、忘れましたって言ったら、忘れたかーって言って飛び込んで、あのひっくり返ってくれたりとか、ドタッとか、あのなんとかじゃあありませんか、ドタッみたいなことをやってくださって、それでなんか受けちゃって、で途中1分間弱、もう放送事故ですよ、もし黙ってたらね、40秒近く騙したんじゃないかな。で、あ、思い出しましたって言ったら、思い出したか、いけいけとか言って、ほんで続きをやって、やってっつったって、あのサリーちゃんみたいなようなね、あの NHK だからサリーちゃんができなかったので、そもそもそこからネタを作ったから、もう新ネタだったんでっていうこともあるんだけど、若かったな、19歳かな、ね、20歳になったギリギリだったかな、その時な。でそれで救われて、その日のチャンピオンになってそれで、あの月間チャンピオン大会でもチャンピオンになって、でデビューしちゃったみたいなことがあるので、今でもおぼんさんやこぼんさんに会うと、あ、くにちゃんって、あの時ああだったなーなんつって言ってくださる、本当に大好きなお兄さんたちなんだけども、もう仲悪いの有名だったので、ナイツが悪いよね、ナイツがもう面白がって、っていうか、でも面白がらないと本当深刻なぐらい
ボケとツッコミってやっぱり頭もパーンとやったりね、痛いじゃないかってなることもあるでしょ、長年やってれば。56年もやってらっしゃるのすごいね。で、言い過ぎちゃったりとか、あうんの呼吸な時ってあるじゃない。もうちょっと受けてたらもうちょっと行きたいなっていうのと、自分が今スターっぽかったのにとかいう時とかいろいろあって、本当ボンコボンさんが悪くて、みんな袖でヒヤヒヤするぐらいで、ひどい時はぶったりして、あの春のとちょっと違う本当に殴り合いがステージであんで、もうダメだっていうことがあったんです。ところが特番があってね、この間仲直りするっていうのがあったら、もうみんな感動して、そしたらその後東洋館、私がね出させていただいた東洋館がもう連日おぼんこぼんさんその仲直りしたっていうので満員御礼、さすが素晴らしいそういうことがあってね。だけど本当言ってみればコンビって夫婦、長く連れ添った夫婦みたいな感じなのかな。だから一番分かり合い合ってる、だからこそもうちょっとしたことでチッってなるっていう、なんていうんだ、仲いいのってそうそういないですよ、コンビで。私たちの時代だったら、まあそうですね、おぼんこぼんさんや、B&B さん、悪くはないよね、すごい、そりゃ自分の大切な相棒なんだから、仲悪くはないけど、一緒にご飯食べたりしてるのも見たことないし、俺はあお疲れさんね、来たら来たでっていうことで。でもまあキャインは仲いいかな、天野くんがね一生懸命こうして、ウドちゃんウドちゃんって言って、ウドちゃんウドちゃんウドちゃんって言って、えあのままだからね、うん、猛獣使いなんだと思うな天野くんが。そういった意味ではオードリーも岡林くんがちゃんとしてるのかな、あんまり仲悪くはないと思いますね。みんなが知ってるところだと爆笑問題とか、うっちゃんなんちゃんとか、ダウンタウンとかね、もう大御所扱いされていますけど、仲悪くないと思いますね、比較的。でもだからといってこれらの方々がコンビでご飯行ってっかなっていうと行ってないと思うね、うん、たまには一緒にご飯行くなんていう会話も絶対ないと思いますね。ただ本番ともなればもう超あうんの呼吸だから、例えばだって太田くんはモンスターですよ、何言ってくるか分かんないんだから、それを的確にね、田中くんが拾っていくわけだからね、で突っ込んでいくわけだから、よくできてますよね。ナイツはまあでも仲いい方かな。あのね、そういったところではやっぱりたけしさんが好きだからね、で2ビートは大先輩だし、清さんも大好きで、2ビートは仲がいいです。ベタベタはしてない、でも絶対にコンビは解消しないし、コンビとなったらもう清さんだけじゃんっていうことで、それはもう変わらない。どこか心の中で2人で売れたんだな、その前はそれぞれのねコンビがあったりとか、違う苦しい時代をあったかもしれないけど、2ビートで売れたんだっていうことがちゃんと分かってると思いますね。それなんでお互いをやっぱり立てている。清さんってねかっこいい人なんですよ。ゴルフも上手だし、何でも早かったの、車もかっこよく運転してたし、でたけしさんは割とこう恥ずかしがり屋で、生きるの下手な感じまあそこがいいですよね、母性本能っていうかね。そういうので清さんが一生懸命たけちゃんたけちゃんっていうことでや、ね、こう引っ張ってった時もあった、大昔ですよ大昔ね。たけしさんはやっぱり自分でバーッと世界の来たのになっても、漫才をする時は相棒は清さんだからっていうね、これは素敵だなっていうふうに尊敬しますけどね。だからもうこれは私はピン芸だから、いや学生の時はのりこくにこだったんですよ、うん、お互いボケツッコミ両方やるのりこちゃんっていうのはいたんだけど、デビューする時からもうピンになっちゃったから、ちょっと本当のギャラのこととか本当の苦しみや喜びというのは分かち合ってないから、おぼんこぼんさんの本当の本当は分かんないけど、でも私が見た感じでは本当に喧嘩してるけど、本当のところは仲がいいと思います。
そうじゃなければ56年は続かないんだと、そういうふうに思います。だからキーとなってもね、お兄さんたちぶっちゃダメ スマイル。お盆さんね、天才なの。もう面白い顔してるし、顔もしょっちゃいけないけど、スタイルがよくって何でもできんの。あのモノマネもできるし、で小盆さんはちっちゃいけどすごいハンサムで、で小回りが効いて、これもまた天才なんですよね。だから羨ましいです。私はまあ他の国チャンネルのところでも言いましたけど、もし自分に相棒としてね漫才やっていただけるなら、一個一個ちゃん待ってるよ。どんだけやろうよ、化け物幻。あと何いいじゃん、それつなげるよ、ずっと。じゃあ着物で、あのやってもいいし、ドレスでやってもいいし、やろうよ。よろしくお願いします。以上です。それじゃあ、モノマネをして終わりましょう。以前もやったかもわかりませんけど、矢野顕子さんをこの間テレビで見て、お変わりないなと思って、矢野顕子さんで、じゃあ、ハラハリセキカレイイリ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 キテイ、私の心ふわふわ舞い上がる間違いないんですよ、嘘じゃないんで。こういう素晴らしい先輩です。じゃあおぼんこぼんさん、東洋館見に行きます。私も出してね。